どうも、ゆぴーです。やっと買いました。こちら、ジンズ PC。こちら、ジンズが出しているジンズ PC という、メガネなんですけれども、これ今すっごい話題沸騰のメガネですよね。今更なんですけれども、買っちゃいました。ジンズ PC、何がすごいかということなんですけれども、青色光っていうのご存知ですか？パソコンやスマホ、テレビ、ゲームなんかがですね、この青色光という光を発しているんですけれども、この青色光というものを目に長時間、浴びさせてしまうと目の疲れだったり睡眠障害なんかを引き起こしてしまうものなんですけれども、このメガネのレンズがですね、青色光を遮断してくれるということで、でレンズの種類が2種類あってですね、ライトブラウンというのはちょっとこう茶色がかっているもので、青色光が 50% カットできるということで、クリアレンズ、まあ、いわゆる透明に近いものですねですと、まあ、約 30% 青色光をカットできるということです。でこのメガネは、度入り度なし、選べるそうです。度なしですとだいたい4000円や、まあ、6000円ぐらいですね。度入りになるとだいたいプラス4000円ぐらいかかってくる感じですね。で僕は、まあ、ちょっと好みでこちらのクリアの方を買ったんですけれども、はい。で特殊なレンズ使ってるからちょっと見にくいのかなとか思ったりしたんですけれども、全然そんなことないですね。普通のメガネと同じような感覚で見ることができます。テレビ、ゲーム、スマホなんか当たっている人っていうのはね、結構目の疲れがあると思うんですけれども、このねメガネかけると全然違いますよ。もうびっくりしますよ本当に。というわけでこちらジンズが出しているジンズ PC というメガネのご紹介でした。